言は体育で登り棒をしました。予言は魔法科学。何やったっけ。難しくて聞いてなかったんだよね。いや、先生が面白かったです。った今日あったこと、購買のミルクティーが売り切れでした。これでいいのかな。うん、明日にはミルクティー増量してくれるかもしれないし、これでオッケー。まだまだこんなにあるのか。日誌任せればよかったよ。わっ、お兄さん、急にどうしたの。戸締まりの確認。もうそんな時間。そうだ、お兄さん、せっかくだから日誌書くの手伝ってくれない。私、こういうのちょっと苦手で。お願い。やった、お兄さんならそう言ってくれると思ったよ。授業の様子ってところなんだけど。うんうん、なるほどなるほど。わあ、ありがとう。おかげでいい感じにできたよ。早速職員室に届けに行って。あれ、あそこにいるのはお姉ちゃん。ほら、あそこのベンチに座ってるの、そうじゃない。あれ、ミルクティー飲んでる。私は買えなかったのに。ずるいずるい。あ、目が合った。どうしよう。あ、どっか行っちゃった。やっぱり手ぐらい振ればよかったかな。失敗失敗。でもちょっと嬉しいな。私たち今もシンクロが残ってるのかも。ん？ほら、さっきお姉ちゃんミルクティー飲んでたでしょ。私と同じこと考えてたんだなって、なんだか懐かしいなって思って。昔はこういう偶然の一致がたくさんあったんだよ。知らない場所で同じお菓子食べてたりとか、同じところを怪我したりとか、あとはじゃんけんでずっとお互いにアイコを出し続けたりもできたんだよ。あの時は自然とお姉ちゃんが何考えてるか分かってさ、まさに双子って感じでお互い分かり合えてたと思うんだ。でもいつからだろう、お姉ちゃんの気持ちが分からなくなったの。急にお姉ちゃんから壁みたいなのを感じて、それからは他人みたいに。心当たりがあるようなないような。多分だけど、エリートの冬木家なのにダメダメな私をかばってくれてるんだよね。家族はみんなお姉ちゃんに期待するし、責任感じてるんだろうなって。でも私は優しくて何でも笑ってくれるお姉ちゃんに戻ってほしい。昔はお姉ちゃんに助けてもらってばっかりだったけど、今度は私の番なの。ノエルちゃんは諦めないぞ。あー、うわー、机倒しちゃった。もうしっかりしなきゃね。あ、その本。私っぽくないでしょ。なんかお姉ちゃんが読みそうだなって思って図書館で借りたんだ。難しい本読んでみたらまたお姉ちゃんのことわかるようになるかなって。でもさっぱりなんだよね。本当にこんなのわかる人いるのかな。ま、小さなことからコツコツとだよね。頑張らないと。お兄さん、これからも私たち姉妹をよろしくね。